どうも皆さんこんにちは、キュウキュウです。今回ですね、初心者さん向けの、その今回の動画になっております。はい、ではやっていきましょう。まずですね、その最初の方だと、こういう空きスペースに、木であったり、最初石が生えてると、石がね、こう設定してあると思うんですよ。それやっぱいつ頃までに撤去した方がいいかというですね、そのコメントいただけましたので、それについて説明していきたいと思います。木っていうのは私大好きです。木や藪も一番大好きです。それなぜかっていうと、木を撤去すると、木や藪をですね、そういう雑草を撤去するとエメラルドがたまにもらえるんですよ。5個であったり3つであったり2つであったりね、それランダムなんですけれども、それがもらえるということで、木が生えてくるその要因っていうのはエメラルドがもらえるっていうことで、非常にアドバンテージなわけですね。エリクサーも少量で回収できますので、木っていうのはもう早々と撤去して生えてくるのを待った方がいいです。しかしですね、その一方、石っていうのは最初から設置されていると思うんですけど、石っていうのは取るのにゴールドがかかりますし、確かエメラルド出るっけな。石を撤去してもあんまエメラルド出なかったような気がするんですよ。なので石は、石の取り除くその理由としては、こういうね、こう壁の数が大きくなったりして街全体が大きくなってきた時に邪魔だと思ったらすぐに撤去してほしいです。そんな感じですかね。今回まとめると、木っていうのはすぐ撤去してもうエメラルドをたくさんゲットするということで、石っていうのは邪魔になったら撤去するという感じです。ご視聴ありがとうございました。